だ、意味ない小学校学校です、意味ない学校、すみません、意味ない学校、結構意味ない学校あるよね。あ、あるんだよ。練馬区のシリコン君からいきましょう。モーニング学園、もう頻繁に入学卒業退学が行われます。なるほどね、うまい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 ね、ね、これうまいじゃん。批評になってますね。こちら、埼玉県の茂木武君、意味ねえ学校、ジゴロ養成学校、校長石田純一、教頭山下真嗣、英語宝田明、国語古谷一行、保健の先生井野翔平。なるほどね、ジゴロね。ジゴロも大変でしょ。ジゴロはジゴロで大変だよね。ジゴロはジゴロで大変なんだ。日野市の奥田義雄君、だから楽な仕事職業がないんですよ。ないの。なんだって、ね、なんだって裏側にそこにはね、リスクがあるのよ。うん。高島礼儀学校、うん、これは礼儀知らずの若者を鍛える体育会系の学校、うん、ホテルの高島正信さんが講師で、申し訳ありません、申し訳ありませんという基本的な誤り方から指導に当たります。申し訳ありません。だが校長の丹波哲郎さんが名前を覚えてくれないため高島さんが登校を拒否してしまい、代理講師として有川修一さんが教壇に立ったので、生徒は皆間違い電話をかけてきた人にさえごめんなさいと謝れる心の広い人に育っている。なるほど。ごめんなさい。つぶらやプロ着ぐるみ学園、これは重い怪獣の被り物をしながらのアクションを教える学校です。いいね。講師はもちろん被り物の権威パンチョ伊藤さん。これあげよう。海老名市の肥後まさる君、誰か注意した方がいいよ。ルー大芝自慢学校、おールー大芝の自慢話を聞くだけの学校です。やだな。入学式はルーが生徒全員に適当なあだ名をつけ、卒業式ではルー節を永遠5時間聞かされない。やだ。今年の卒業論文のテーマはルー大芝大先生がかっこいい理由だそうです。いやな。浅井芸能スクール、うん、ありそうだね。浅井企画が将来芸人になりたい人のための養成学校を作りました。この学校の自慢はたったの2分で入学卒業を迎えることができることです。この学校のパンフレットを見ると、入学式、社長挨拶、覚書にサイン、卒業式、なおマネージャーになりたい方も歓迎。この間 0.86 秒でした。早いですよ。名古屋市の名古屋ナイトギャング君、ふぬけ学園、おその名の通り飯尾和樹が校長の学園。バカな学園。効果は全然ガッツのないガッツだぜ。で歌うたびにさらにふぬけになっていきます。教える内容はうまい言い訳の仕方や30を超えてるけど他人から10円借りる方法などです。これあげよう。これ30超えてる。あげよしのおすぎのもだえ君、だ有川修一、うん、健康共振スクール、ほう強い心、名前の通り有川有修の健康で強い心になるための学校。一般の学校の号令は起立礼着席ですが、有修スクールの場合、すいませんごめんなさい申しませんとバカで言って言って、すいませんごめんなさい申しません。最終試験は麻雀の席でギャング顔になれたら卒業。投げよ。ギャング顔。強気なの。函館の YTJ 君、豪州アナウンス学校、山学校。これは豪州が唯一得意とするエロ単語の入った早口言葉を教える学校です。関係ない。下ネタだったらスラッと言えるので大丈夫かと思ったら、その前後に言うフリートークで何を言ってるか分からない。単なる思う存分下ネタを言う会になってしまい、喜んだのはラッキー池田さんだけです。これあげようね。これ江戸川区の藪崎隆弘君、洗礼希望藪崎隆弘君。藪隆、ちょっと引っかかるな。ちょっとやぶやめなさい。都立マッドマックス高校、山高校。この学校にルールはない。先生はメルビギブソンと校長のティナターナーのみ。いやな。生徒同士で石油を奪い合い、ゲットしたもののみに単位習得とします。また登校するときにはナイトライダーナイトライダーと連発で言わなければ退学になります。あげようこれ。バカな。日野市の奥田翔君、うん、でもな、本当にびっくりしたよね、初めて見た時。怖いよ。どういう映画だと思って。怖いよ、ワンツー、特に怖い。コサキン独立学校、これは自分で事業を起こして独立するノウハウを教える学校です。だが講師の顔ぶれを見たら、鹿間茂雄さんやラッキー池田さんだったので、実態はただ寿司やガラス屋などの家業を継ぐのが嫌な人のサロンに過ぎない。もうガール。水野美紀演技学校、
カタカナ、いやひらがななんですよ、水野美紀がね。そうそう、これは漢字の水野美紀さんの演技指導の学校と思って入学したら、ただ校舎内に水野美紀があるだけの学校だったので、ハローちゃんのようにああなってしまった。これがおかしいでしょ、ハローちゃんのようにああなってしまったって。どういうことなの、水野美紀、水野美紀、あ、水の幹ね。うん。公園の。あ、なるほどね。飯尾黒子学校。うん。これは人形浄瑠璃や芝居の黒子のように存在を隠しながら演技をする学校、人の学校ですが、講師の飯尾和樹さんは、ただ存在感がないだけで、黒子の技術がなかったため廃業。最初から開校するな。札幌のひきり大輔君、ミッキー料理学校。この学校は福岡にある通には名の知れた料理学校です。どんな料理の素人も一月という期間で右手で野菜を炒めながら左手でハンバーグの成形ができます。しかし授業カリクラムに料理の実習があまりなく、正しいカーペンターズのジャンバラヤの歌い方、内弁慶の鳴り方などが日に日に行われていきます。講師のミッキーが今日は筋煮込みを作りましょうというと、突然学校を飛び出して走り出します。不審に思った生徒が追いかけてみると、中洲の屋台で筋煮込みをタッパに詰めているミッキーを発見。生徒がミッキーを追いかけると、ミッキーは筋片手に逃亡し、立川の師匠の元まで逃亡。学校は翌日廃業でした。茅ヶ崎の明石メアリ君、強気塾。内気で悩んでる人をガツンと言える強気の性格に鍛え上げる専門学校です、うん、講師は強気先生こと麻雀牌を握った有川忠一先生がビシバシ指導に当たります。でもうっかり牌を落としてしまうと、ごめんなさいと岩木先生に返信してしまうので要注意。どういう風に強気で言うの、言ってみて。それ当たりだよ。おお、すごいな、すごいな。じゃあこれ、あれ、ね、俺たち やんないけど、まあじゃあ、あの、じゃあ天野とやってる時のこれ当たりだよ。天野それ当たりだよ。じゃあ僕とやってる時当たりだよ、お魚。ごめんなさい。木のお医者さん訓練学校、うん、この学校で勉強すれば卒業時には立派な樹木の医者、樹木医として多くの病んだ木を助けられるようになります。熟練すればレディースポーに出ている人たちの体に耳をくっつけると、今どのくらいの勢いで彼らが水を吸い上げているかを聞き取ることができます。カサカサ4をみずみず4に生まれ変らせることができる。どうかな、できるかな。それではあげましょう。あげようのお杉の問題君、江守通るワインスクール。さもない。この学校はいかにしてエモリー氏のようにバイオレンスかつデンジャランスにワインを飲むことができるかを学ぶ学校です。講師はもちろんエモリー徹が自ら務めます。スクールの最終目標は完全にエモリー氏と同化し、川島直美をとっちめることです。おなお講師は多量のよだれ火柱を発生する恐れがあるため、スクールの制服は全て防火防水加工済みです。あ、最近川島直美じゃ出ないね。うん、江戸川区の矢部崎隆弘君、ユニバーサルアクター養成学校。この学校はマット・デイモン、ニコラス・ケイジ、ビル・マーレ、リチャード・ギア、リンダ・ブレアの5人を講師に迎え、世界に通用する俳優を養成する専門学校です。いいね。しかし講師たちのギャラが高く、マット・デイモンはジミー大西、ニコラス・ケイジは元冬木、ビル・マーレは船越英一郎、リチャード・ギアは川口和久、リンダ・ブレアはエクソシストで悪夢に取り憑かれている時のみ高崎一郎と迫力ないじゃんと変更したところ、廃校、みんな廃校なの。これあげよう。これ海老名市の伊彦勝君、遥か専門学校。お、これはみんなのアイドル井川遥さんと一緒にフランス語を習う学校という設定で志望者は殺到しました。お、そして授業が始まった途端、教室から海原遥か彼方さんが登場。生徒全員が海原遥かカットにさせられてしまった。うん、遥かの授業とは、海原遥かさんと一緒に寝かせ横長長髪をフーフーするだけの学校だったのでした。秋田県の池田松之君、犬ペチャ学校。犬がペチャペチャと水を飲んでる音を聞き、その犬の種類を当てるという愛犬家にはたまらない学校です。わかんねえ。しかし入学試験のリスニングテストで、チャウチャウ犬が水を飲む音を流したところ、受験生の大半がお車親方と答えたため考えものです。あげよこれ。犬じゃないじゃんか。加須市の黒川直則君、宇多田ヒカル養成学校。これは第二の宇多田ヒカルを目指す人たちのための学校です。しかし変なヒゲの伸ばし方や DJ の心得を教えるだけなので、おかしいなと思ってもう一度確かめると、宇多田ヒカルではなく宇治田実養成学校なんで、みんな納得。何それ。我孫子市の小池隆夫君、
鶴瓶学園、うん、生徒は落語を見てドヤ顔をする鶴瓶さんを見て笑わないと即刻退学です。それで退学が免れた生徒は自宅の豪邸ぶりを見てまた鶴瓶さんのドヤ顔をうまく突っ込めたら進級できます。そして最後に登場する翔平の黄色いメガネをタージンのメガネと交換できたら鶴瓶さんの代わりに学園を仕切れます。これが毎日続きます。だそんな言うやろ、そんな言うな。うまいなこれ。ペンネーム革命家高崎一郎理科大学、うん、この学校は授業は全て実験で行う学校です、うん、そして実験で磁石を使用するために教授の高崎さんが磁石に触れた途端に高崎さんの体から砂鉄が分離してしまい最後には体が崩れてしまいます。なのでこの学校はしばらく休校してしまいます。千歳市の柴田康則君は関根勤むコメディアン養成学校、例題夫と妻の会話、妻あなたなぜ金網に顔面を押し付けてるんですか、夫俺はワッフルのようにキラリと光るラビのセンスが学べる素敵な学校です。午前中は校長のラビによる千本ノックコントが行われ、俺はマグロっつったぞお前は、俺は足を立てのような子供向けの基礎コントから温泉から上がった美女とかけて玉露が入った急須に湯を注ぐものと説く、その心はポッと湯気を上げ香り立つなど大人向けのコントも徹底的にコントなのそれ勉強します。午後から有川君と学生が街を歩く目黒祐樹さんの眉毛にいきなり生きたサンマをくっつけ、これが本当の目黒のサンマという命がけの試験を経て卒業です。YTJ 君勝野ひろし遠足学校ドリンク剤の CM にも出演していて肉体派俳優として有名だった彼らしく、岩を登ったり崖を駆けずり回ったりする遠足です。散々疲れた後勝野のファイトーに生徒は一発と返事しないと退学です。校則は家に帰るまでが遠足だ、一つだけ家に帰った瞬間うぎゃーというのは遠足ではない。あっ熊本県の猫背王くん渡辺敦史褒め方スクール、おいいじゃん、この学校ではどういうところを褒めると人は喜ぶのかなどを教えてくれます。講師は渡辺敦史さんなんですが、なぜかあまり褒めず眠そうな顔をしています。そこで顔をよく見るとプロ野球ニュースの平松正治だったので授業は中止代わってエモヤンのけなす方スクールに変更。バーカーあげましょうか。来週は意味ない五崎 SS 大賞を行いますのでよろしくお願いします。